のトントントン小室橋です。イエーイ。さあ、ついに最後の来てしまいました。来てしまいましたね。ついにこれですね、ゆうきょうです。イエーイ。じゃあみんな頑張ってもろて。え、大好き大好きだよ。大好きだよ。大好きだよ。すごいじゃん、急になんか。ありがとうございます。天狗ポイントが全員に来て天狗もちょうだい。今の時点で俺だね。あ、待って、でもあれはカナトが天狗ポイント採用しただけ。俺はどうなるか分かんないから。そう、天狗逆にマイナスあるかもしれない。あ、そう、あれ、俺、あ、マイナスだ、マイナス、マイナスやばミスったらっていうか、あの、なんかちょっとこれは本当にありえないみたいな時はちょっとマイナス出てみようかなみたいな。気をつけて、今日の結果次第でこれからの勇気の対応変わる。やめな、そういうわけじゃないですよ、本当に。やめましょう、そういうの。とっても優しい。では、とっても優しいです。とてめすごい優しい。はい、では早速いきましょう。第1問出る。そうですね。加工後の自分か。まあ、みんな若いんでメンバーが、まあ、優しくしてるとこですかね。見ちゃった。めっちゃカメラ見てちゃった。どうやっちゃった。違う違う違う。え、誰は？まず正解を言いますと、だからレンも同じだったので答えレンの時これは違います。違います。いやこれは来てる。まあ正解だ。よっしゃー。違いあるんですか。二人正解です。これね、レンと答え被ったんだよね。やめてよ。やめてよって何。バレしないで。じゃあ第2問いきますね。はい、第2問お願いします。なんだっけ。え、言ってたよね。でも何かは言ってなかった、うん、言ってた。あ、言ってないか。え、待って、わかんないわかんない。まあでも 100% ヒントがないってわけではない。今まで一緒にいて何系系って言ったら分かっちゃうから。どこかで出してる。難しいですか、それになるのは。難しいですよ。あ、出てほしいな、これ。これ当たったらちょっと、ちゃんと見てくれてる。はい。いけますか。小さい頃で読めないっけ。うん、小さい頃で読めない。いきます。せーの、ジャンプ。消防士。アパレル系、自分のブランド作る。消防士、自分のブランド作る。あ、小さい頃で読めたって。はい、見ましょう、答え。これは、サッカー選手です。まあでもさ、違う。方向性が違う。ね、ジャンプさん、これ、違うってない。みんな、まあね、みんな 0.5 ポイントチャンスだから、なんかあるのに。え、待って、これも夢だよね。あ、違う、これはサッカーに関して言ってほしかった。運動、得意だもんね。あ、全然違います。ですね、特技の時に書いたんです。知らないし。知らないよ。あ、じゃあ 0.5 マイナス。これは頑張れ、下がるぞ。かっこいい。すごく好き。ありがとう。あげたいとこだけど、次行きましょう。第3問いきます。え、待って、いっぱいある。どっち？いっぱいある。え、でもさ、なんで言ったっけこれ。待って、何か思い当たる節はある。どうしよう。え、でもさ、え、これ違ったらもう俺信用できない。え、待って、何個かあるの。え、いや、2個までかい。2個までかいでしょ。逆に見たらみんなの答えは良くないって思われてる。はい、せーの、じゃん。てれん。ほうれい線、汗めっちゃかかる。ほうれい線、口が小さく。ほうれい線、青い。青い毛があった。うわぁ、なんて言ったっけ。コンプレックスは、これはマジであって、ほうれい線ですね。なんか笑った時にここ溜まるんですよ。それが気になりましたが。え、なんだよ、全員普通に正解だよ。ガチの正解だよ。だってみんなコメント書いてある。すごいじゃん。よし、やっ、みんな1.5ある。やった。4問目いきます。何もない日が嫌だみたいな。言ってたよね。予定冷たいみたいな。だからこれはマジで、あの、愛があれば多分分かる。どこでもできる。こっちだ。あ、どこでもできる。めっちゃヒント出すと、トンブルで言ってる。あ、はい。ああ、ああ、ああ、分かった。今日の朝から分かった。え？実際にやってもらった話で、これが。え、マジでする。これは証拠もあるから。遅刻で言ったら余計分からなくなっちゃうかもしれないけど。マジで簡単だよね、これ。当たる、めっちゃ分かる。当たる人には愛がいないんじゃないの。やばいよ。頑張れって絞り出せって。これみんな分かんないとかやばいよ。 0.5 狙っていくわ。そして0.5狙いできるな。はい、ではいきます。せーの、じゃん。3個か。はい、では答えましょう。
まあ、なんか基本的にまあスマホ触ったりなんか見たりはするのは普通なんですけど、まあ、でもやっぱ散歩は100しますね、休みの日。はい、散歩でーす。歩いてるんですよね、家の前で。ブロンドもするよね。ブロンドもするよね。違うんだって。いや、これはマジ。いや、てか、一番証言してほしかった。だって、初期ぐらいから電話してる時も、ずっと歩いてるじゃん。今歩いてるから電話しようとか。え、マジで散歩してる。俺答えなきゃいけない。これはね、答えてほしかった。だから最高。はい。マジか。チャンスもあるよ、これ。確かに。初回で言った、しかもトンブル。バイガスからバイガスへ。では次行きます。日本以外の海外に住むなら絶対あれ。これはもうなノーヒント、ノーヒントでしょ。これもかけました。ちょっと待って、これめちゃくちゃチャンスもあるでしょ。かけました、せーの、じゃん。韓国、韓国、韓国、韓国。はい、答えましょう。韓国です。はい、韓国でーす。絶対に全てが好きです。食べ物も好きだし、人も好きだし、文化も好きだし、なんか辛いことあったらすぐ帰れるけど。俺は頑張ってきた。止まりない。 3.5、2.5、4.5、2.5。 はい、では6問目いきます。アイズワンです。アイズワンのキムチェオンが好きです。キムチェオンさんが好きです。これちょっとチャンス問題ゾーンだったね。では第7問、一色しか言ってない。もうこれはもう多分あれ好きな色、でもこれ100回ぐらい聞いてる。俺たちどっちだろう。いきます、せーの、緑、グリーン、緑、緑。はい、答えお願いします。好きな色、緑です。やったー。緑です、本当に好きです。緑なんですよね、これ。ちょ、緑がいるからね、もう。ね、緑だから。これ緑よ。これちょっと上げられないな。君たち。絶対で隠してくれますけど。嬉しいけど、なんかピンポイントのポスター。違うよ。じゃでも、ミントグリーン、チョコミント好きだから。好きなんだよな。なんかそこまで求められてないと思った。ごめん。ミントグリーン、これミントグリーン。健康消化したんだ。そうだ、あげようもじゃ、消化しようも。健康消化しようも。へぇー。健康消化しようも。それな。正解なんだから。消化チャンスある。まだ消化チャンスある。まだ消化チャンスある。第8問いきます。おしゃれとは。おしゃれとは、でもすごい質問じゃんって思ったもん、これ。おしゃれとは、しかもこのおしゃれとはの後に語ってそうな自分も嫌だ。何言ったか全然記憶ないけど、何言ったっけな。おしゃれ、あ、分かった。勇気のこと続いても分かってる。お前らは勇気が追ってくるやろ。逆にこれを答えてなかったら勇気なんだの。そう、マジ今までのあれを、俺もそう思う。今までの勇気なんだったの。そうそう、重要だよ。そんな重い言葉ある。重要です。気になる勇気の回。はい、オッケー。はい、いきます、せーの、ダン。本当ですか。これ顔かな。まあでもなんかちょっと格好づけてなんか言っちゃうみたいに聞こえちゃうかもしれないんですけど、なんか本当に人生を変えてくれました、おしゃれで。マジです、これは。なんかここにもいないと思いますし、おしゃれが好きじゃなかったら。だから、人生変えるものですかね、おしゃれは。そう、でもそうじゃない。だってみんなもそうじゃないし。やばかった。情熱大陸だね。でも、ゆうきは、人生変わってますね。これはちょっとゆうきの気になる。すごいじゃん、すごい。でもみんなそうじゃない、これは。つまり、俺ってことし。つまり、顔っていうこと。そう、だから、これは次は。はい、では9問目いきます。勇気になりきってみると、自分感じる人も、俺がもし勇気になったら感じるだろうなみたいな。自分自身言ったっけ、マジで。オッケー。はい、せーの、じゃん。うるさい、騒がしい、陽キャ、ハイピー、うるさい、自信家、すごいいいようです。では、行きましょう。向上心、すごお。向上心、すごお。でも、それだけは自信ついてる。確かに。ね、違うよ。よし。そうだね、うん。だよね。
自信があるわけじゃないんだけど、なんて言うんだろう、その自分を頑張ろうって、頑張らなきゃみたいな、逆にあのマイナスなことは考え口に出さないようにしようっていう、はい、向上心が要はパリピじゃないの？違うよ、パリピじゃないよ、めし合わないよそうじゃない、そうじゃない。ではいいですか、最後の問題いきます。なんか言ってたよ、まだ、はぁ、分かったえ、言ってた。まあでもちょっと面白い回答期待したいんで、ですよ、面白い回答はすでにでも、ミルキーは絶対負けたもんね。はい、はい、え、分かる、いきます、せーの、じゃん、耳、うなじ、首筋、匂い、手な、おだ1位かと、1位匂い、はい、見ましょう。まあ、なんかいろいろ、なんか例えば体の部分とかで、まあ、多分みんなあると思うんですけど、あの結局なんか笑顔、笑顔フェチってわかります？笑顔フェチってめっちゃ嫌な感じです。昨日のさ、引退に言ってたよね。言ったかも。あ、そうじゃん。うわ、言った言ってた言ってた、あと天狗案件、天狗案件、いや、もう言ってなかった、好きなとこだったって、笑顔がいいですって言ってたら、笑顔でしょ、やっぱマジかよ、結局はやっぱ、さすが俺、言ったわ、昨日確かに。最終結果を皆さん書いてください。はぁ、はい、せーの、じゃん、6点、6.5、6ってことで、カットです。天狗勝利、天狗勝利、4点、ありがとう、昨日覚えてくれてありがとう、ありがとう、みんなポイント、じゃあ何か愛が勝つように選ばれてたのかね。ゆうきは生まれた時からすごい、ね、素晴らしい人間でして、頭の片隅ではちょっとユウキのことを思ってるみたいな。すごい怖い顔に言えになってる今。して冷めないで思ってる。茶番に巻き込まれて、すごい冷められてもらって。どうでした、王やってみてみんな。意外と知らないね。ね、うん、知らなかった。なんか5回にわたってやってきましたが、楽しかったですね、これは。楽しかった。知らないとこ知れたね、普通に。ユウキくん推しの方はぜひ、これも。どういうこと？はい、ではこの動画がいいと思ったら、グッドボタンとコメントとチャンネル登録をお願いします。あと、概要欄に TikTok と Twitter とインスタのリンクが貼ってあるので、ぜひそちらもチェックお願いします。せーの、バイバーイ。